気ままにタップダンス。はい、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀明です。今日は初中級レベルのコンビネーションをお伝えします。最初ステップシャッフル、タッタタタタッタタタタタカタカタ、ステップシャッフルヒュー、トーヒュー、シャッフルステップ、その後スカフヒールステップで、このステップついたところからクランプロール、つながってます。スカフヒールステップ、ここまで。そしたらシャッフルステップヒール、ステップヒール、ステップヒール。足をクロスして、反対。はい、足をいつもの動きに対してクロスしてます。これクロスステップって言うんですけど、最後、ポイントをスカフヒールスタンプ。ここまで頭から通していきます。この1から38目、ね、スタンプ、ブラッシュ、プルバックしてからドンのスタンプ、それをタッタタタッタタタッタタタッつなげます。タッタタ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 タッ、1円ダイヤ、2円ダイヤ、3円ダイヤ、4。そしたらそこから今度は休みなく続けていきます。左足プルバックして抜いてから折り出し正確にスタンプ、これでステップヒールとかヒールボールで落ちちゃうと2つ音出ちゃうから、タッタタタ、それをタッタタタッタでつなげます。1,2,3,4,5,5までつなげます。で5からは今度休みがなくて今の同じ動きをしながら5円台や6円台や7円台や8、こういうふうになります。なので間休みはね、タッタタ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 タカタ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 タっていう動きにリズムになります。エイ、フォー、ワン、ホップしてスタンプしてかけます。ツー、エン、スリーね、かけながらになります。1 and 2 and 3。 ここからスタンプ、シャッフル、プルバックチェンジ、チェンジして右で降りて足を閉じて、ね、ボールボールヒルヒル、ボールボールヒルヒル、外に逃げる動きを見せたいので最初ちょっと足を閉じます。でここから少しですね。これが4 1 and 2 and 3 and I や4 and I や5 and I や6 and I や7 4 1 and 2 and 3 and I や4 and I や5 and I や6 and I や7。ここゆっくりします。7 8、クイック8、そこまで。38目からつなげていきます。
チェックポイント、まずですね、タッタタタ、リズムですね。いつも言ってますけど、ステップとかヒールがこうね、混ざってる時にはその音が全部尊重されるようにね、ヒールだけ小さい、ボールだけ大きいとかって音にならないように、クランプロール、はい、そしたらここからシザーステップ、シザーステップ、シザーハンズとなりましたね。まあ、ハサミですよね。ハサミのような動きをするっていうステップがあります。体重をあえてこう逆にして、本当はできたいのを最後だけ慌てて、で次も反対に行って、こういう体重移動することで、シザーステップって言います。あの中身というよりもね、動きですね。シザーステップ、今回はね、ステップヒール、シャッフル、ステップヒールですけど、普通このままやると、ちょっと動きが大きくなりますよね。こういうのをシザーステップというので、できればここを取り入れたいので、まず、左、こっちに乗ってるんだけど、シャッフルして、最後のところで乗り換えて、で、行ったら、そのまま反対にさらに5つ戻る。足はね、必ずこうクロスステップしてますね。順番を確認すると、前、後ろ、後ろ、で次は連続で、今度反対に引き閉じます。で、ここで持ってきて、という動きになりますね。できたら今言ったように、ちょっとわざとこう、体を残す、シザーステップっていう動きを取り入れてもらっていいかなと思います。そういった中でも、音のリズムを崩さないっていうことが、難しいですよね。体はシザーなんだけど、音がスカスカっていうわけでもダメだし、音をしっかり踏むんだけど動きがやっぱりできないっていうこともあるので、やっぱりそこは両立してできるってことが、やっぱり見せ方としていいですよね。頑張りましょう。エンダイヤ、ワンエンダイヤ、ツーエンダイヤ、スリーエンダイヤ、フォーエンダイヤ、ファイブエンダイヤ、シックスエンダイヤ、セブンエンダイヤ、エイト、ワン。ここからタッタカタッタカタね、同じステップなんだけどリズムを変えるって難しいですよね。タッタカ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 タカタ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 トン。そしたら、エンコーワン。ね、一回ちょっと乗っちゃう。ワン、エン、ツー、エン、スリー。スリーまでに前を向けるように頑張る。シャッフルして、プルバックチェンジ抜いて、右左。ね、ここまで来たら、右左で、右左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 。最後だけリズムがゆっくりになりますけど、3連打や、4連打や、5連打や、6連打や、セーブン。最後、ヒールクリック。シュッ、これ足ね、滑らせて、ヒールクリックって言います。はい。ということで、今回は、大きな、ね、技はそんなに使ってないんですけど、この動き、特にシザーステップに関して、こう正確にシャッフル、ステップ、ヒールが踏めるかどうかっていうのがすごく大事になってくると。初中級レベルのコンビネーションをお伝えしました。特にね、今日はシザーステップっていうのをちょっと入れてみたんですけど、これは動きのことですね。こういう見せ方ね、ステップの種類に加えて見せ方の種類もどんどん増えていってくるといいなと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。満強も